さあ今回の、このトーナメントは5ステージちょっと珍しいんですけど5ステージというルールを採用しておりまして、主要のステージが、終点戦場村町この3キャラ基本として残り2ステージが、プップランドそして、村と町ですねこちらを採用しておりますそしてカウンターステージとして、ダックハントのステージとライラットのステージですねそして終点化のステージどこでもいいよっていうのを採用しておりますそして選ばれたのが、スマ村というステージなんですけどもこのステージは、村人というキャラが、今やってる通り木をですね台の上に植えることができますこれで、設置物が動いている状態になり非常に強いですね隙を見て斧でその木をぶっ倒してダメージを相手から取ることもできたりもしくは今のようにボーリングという技が非常に、村人というキャラは強くて撃墜力がある技なんですけどもあれにリスクをつけづらいんですねなので、スマ村というキャラは私個人的には、鉄平村人こちらがかなり強い、ステージだと思います対して、メキピーチ側も、このステージを選んだ理由というこのステージを残した理由があると思うんですけども、しっかり、先ほど申しましたようにステージ台からの、ボーリングを利用して撃墜してきました 30%、40% なのでかなりの鉄平村人は有利なんですけどもどうでしょうか先ほど、ぬくぬくさんをバーストを撃墜したように、崖外に出て冬からの空前こちらで撃墜ぬくぬくクッパを撃墜していったんですけども鉄平村人非常にうまいですね埴輪でそれをリスクつけていきましたそしてしっかりダメージ持っていく、ストックは、丸々イースト差なんですけどパーセントが全く同じこの状況はイメキピーチ側はかなりきついです対して、先ほどのぬくぬくクッパというキャラとは違って、村人というキャラは飛び道具が主体なキャラなんですねなので先ほどの空下で、ピーチ側は空下で暴れることができずに、村人側がパチンコという飛び道具を利用して相手のピーチ側の浮遊を落としてしまうことができるんですねさあパチンコがやっぱり強いですねピーチというキャラが、足が特別速いキャラではないのでこのカードはちょっときついのかなと思いますさあ 113% 対 86% 特定の技では、お互い撃墜ができるパーセントですねなんとかうまいですねあれきついですねボーリングに対してパラスルでは判定が負けてしまうんですねあれはどうやってリスクをむしろ復帰をしていくのかこれがこのカードの肝になりそうです鉄平村人が一本選手さあ梅木ピーチこちらルーザーズ8ルーザーズ敗者側の戦いですのでこれに勝てないとお互い後がないんですけども梅木さんはここを何としてでも勝たないと今日の試合がもう終わってしまいます先ほど鉄平村人が1戦目はかなり勝ったので鉄平村人かなり有利を振っていたのでここはどうなっていく展開があるのでしょうかボーリングに対してパラスルは一応判定自体は勝てない、勝てるみたいですねただし、ボーリングに対してパラスルの発生が勝てなかったから負けてしまったようですありがとうございますさあ上強でしっかりごまかしていくやはりパーセント有利を取っているのが先ほどと同じく村人てっぺん村人ですねさあ危ない行動し全然しないですねてっぺん村人かなり硬い立ち回りで着実なダメージを貯めていますかつボーリングによってしっかりバーストも狙っていくうまいですねカブあこれはうまいですねああやってリスクつけていくんだガキで言われ浮遊するのちょっと危ないんですかねかなりリスクのつき方がうまいですしかも埴輪と違ってパチンコは撃墜力がある技なのであれによって崖メテを狙ってきました本当にうまいですねさあ後がない梅木ピーチなんですけどもなんとかバーストを撃墜をしていきたいですねさあパチンコパチンコパチンコうまいさあうまいですね今冬でちょっと待ってから、上 B で復帰してきました非常にうまい上ピーチさあ DA をしっかりつかみの半角さ
頑張って掴みたいんですけども、ハンティングができなかったですね、MF1。うまいです。これは崖メテを狙っていったんですけども、テペ村人が非常にうまい復帰を見せていきました。さあ空中への攻撃で暴れて、うまいですね。着地を勝ってるというより着地を勝ってるんですね、やっぱりあれはね。さあ発生と後筋が非常に少ないピーチの空中への攻撃なので、それで相手のジャンプに対してリスクをつけていったんですね。空中処理規定も撃墜はならない。うまい。やっぱりあれをするしかないのか、撃墜をどうやってしていくのかが、ピーチ側は問題になりそうですね。さあババカブをなんとか使いたかったんですけども、取られてしまいました。うまいですね。今のどうやって回避すればいいんだ俺教えてくれ、本当に。今のは非常にうまいですね。ちょっとね、語彙がね少ないのは実況慣れてないので、もう許してください。さあ空中下から、空中下で暴れたいんですけども、クールの判定もしくは発生が強かったですね。さあ掴んで、掴みが出なかったですね。空中の攻撃でリスクつきました。さあ掴んで下のりから読み合いが、これはうーん、ギリギリ決になりませんでした。さあパチンコでもラインがあるので生きる。さあこの展開が、うん、回避上がりを読んだんですけども、うまく寄っていきました。これはうーん、ぴったり撃墜。さあ鉄平さんが日本選手、ストレートで取ってきましたね。さあ次のカードが、